西武2000系電車、西武2000系電車、西武2000系電車は、1977年、昭和52年に登場した、西武鉄道の通勤車両。2017年現在、玉川線、西武有楽町線と新交通システムを採用している、レオライナー山口線を除く全線で使用されており、西武では、製造車両数が最も多い、 436両系列である。1977年、昭和52年に登場した車両と1988年、昭和63年に登場した車両ではそれぞれ外観が異なっているが、伝送品などは共通である。本校では前車を2000系、後車を新2000系として記述する。両車もに新宿線の主力車両であり、 西武を代表する車両でもある。西武鉄道ではそれまで主に3、扉車を投入していたが、駅間距離の短い新宿専用として、乗降時分を短縮できる4、扉車での製造となった。また西武の通勤車両としては初めて形式称号を、末尾0基板とし、これまでの X01 系、形、付随車及び制御車はこれに線を足して、1X01 系。 形といった形式称号から決別した足し、その後も新501系と301系が X01 系の最終形態として落成している。また、特急車両を含めると5000系が初の末尾0基板及び X01 系から脱却した初の車両である。以前には国鉄63形上都社の初代401系が4両。 存在していたが、それ以来の4、扉車の登場となった。先頭車の全面形状は、従来製造されていた、湘南スタイルや、キリズ妻スタイルではなく、非常用貫通扉を設置した。また、西部では初めて開示直波制御、日立製作所制、改正ブレーキ併用全電気指令式ブレーキ、HRD-1R を採用した。このように、登場当時は、 西部の標準から外れた異端的な存在であった。ドアエンジンは1996年のリニューアル工事で交換が順次行われ、101系、同様の原型ドアエンジン最終編成だった2001年の2007回更新終了以降、全車両3000系と同じものを使用している。客室側窓は下段上昇、上段加工の二段式で、上段はフリーストップ式。 車側表示灯も従来の横2列から縦2段となる。この構造は新101系にも採用された。主電動機出力は 130kW 制御機と歯車比15.31は自然冷却式主電動機の東京急行電鉄8000系8500系と共通する。台車は電動車は101系。 5000系の住友金属工業製、空気バネ台車 FS372 を改良した FS372A、付随車、制御車は前期に系列と同一の FS072 である。主制御機は MMCHTR-20D、弱め開示軌道1段、直列13段、並列11段、弱め開示無段階である。勾配そもそも速ブレーキは備えていない。 当初は、大切ブレーキの設備はなかったが、後術の棚し事故を受け、全編成で備えられた。電動発電機、MG は1977年当時の、西部標準の日立製作所製を採用。6.8両編成用のものと2両編成用で、異なる。6両編成に関しては1987年製造の2031回、2033回では、 3000系で本格採用された新しい MG へ変更され、前者は新2000系でも採用の東洋電気製、後者はこちらも新2000系でも採用の新日立製のものへ変更されている。本グループは1977年から1979年にかけて一部の駅プラットフォームの有効長が十分ではなかった新宿専用として6両編成17本。 102両が申請された。その状況は次の通りで、製造はすべて西武所沢車両工場である。編成は西武新宿方からの 4M2T で、モハ2101型は100の位が同一奇数、偶数で、MM ユニットを組んでいる。例えば2001編成の車号は、次の通りとなる。モハ2101系奇数車には、 主制御機とパンタグラフ2個、モハ2101系偶数車には、電動発電機、MGE と空気圧縮機、CP を搭載している。1983年には、新宿線の一部の駅のホーム有効庁が、延伸された関係で8両編成でも、運転できるよう、末尾に編成、2031編成、2033編成の編成を解除し、 電動車は6両編成4本、2001編成2007編成の M2 と M3 の間に組み込んで8両編成、M3、M4 もは2101系2301から2308として組み込みとした。8両編成の状況は次の通りである。印が増結者を示す。なお、3000系や新2000系の8両編成とは、 車両番号の100位の配列が異なるが、編成中の機器配置は同一である。この際、M4 車となった4両は、MG、CP を撤去されている。制御車は半数を方向転換して区波2401系、2031-2410、2032-2412、2033-2414、2034-2416 20とした上で、 申請の制御伝導者、雲ハ2401系、2409万2411、2413、2415と2両編成4本、2409編成2415編成を蘇生した。同時に2両編成4本、2401編成2407編成が申請されている。この2両編成の伝送品は 1C4。 M 構成である点以外はモハ2101系の MM ユニットと同様であり、区ハ2401型に MG-CP が装備されている。また区ハ2401系のうち申請者の2402、2404、2406、2408の台車は電動車と同一の FS372A 型であり、 編入者も1985年に3000系の区波3001から3004から転用した FS372A に交換されている。1986年には、田指事故により2017編成、2023編成、2407編成、2415編成が被災し、2017編成中の2017、2117、2118、 2217、2023編成中の2224、2024、2415、編成、2415、2416の8両が廃車となった。1989年、2017編成のうち、残った2両、二百十八、二千十八が二代目の二十四、二千二十四と改版の上で千二十三。 編成の残存者と新2023編成を蘇生し、運用に復帰した。また、1987年には、田子事故の代替者として6両編成2本、2031編成、2033編成。いずれも2代目、翌1988年には2両編成2本、2417編成、2419編成が申請されている。 これらは通風機が押し込み式に変更。従来車はクローブ式されるなど設計変更が行われている。2000系が初めて池袋線で運転されたのは1990年平成2年1月である。編成は2011編成6両と2405編成2両を連結した8両が使用され、池袋線では 初めての新2 0 0 0系2 0 6 5編成の導入、工事ツにデータ収集のため1ヶ月程度ダイヤ限定で、池袋、小手差し、ダイヤ乱れで、反応へも入線管で運転された。以降池袋線での定期運転実績はなく、臨時列車としても1997年、平成9年10月の横瀬車両基地での車両展示、撮影会の際に、 池袋西部秩父間を運転された列車の一部、8両中2両に使用された外、運転されることは皆無であったが、2009年11月23日に、定期運転では19年ぶり、臨時列車では12年ぶりに池袋線で運転された。使用されたのは2 0 0 5編成であった。2012年以降は2両編成がたびたび池袋線に貸し出され、 運用されることがある。二両の増結編成や、組み替え、1986年、昭和61年の棚無事故に伴う廃車、さらに2015年から3万系による置き換えにより、廃車が発生しており、2017年12月現在、八両を、編成三本、24両六両編成五本、30両二両、編成八本、16両の、 計7 0両が在籍し、全車が新宿線に配置されている。1988年度から1991年度にかけては新2000系の登場に伴い仕様統一のため、全車に側面行き先表示器を設置した。同時に全面表示器の字幕を白字黒文字から黒字白文字へ順次交換した。さらに表示窓ガラスを指示するエッジゴムについては、 新2000系登場前の1985年から新2000系登場後である1991年までに、かけ、劣化防止のため、白色から黒色へ交換した。また、新2000系と並結可能にするため、先頭車両連結機の自動連結対応機へ交換、分割運用列車使用時の車内放送の分割放送対応工事を施した。吊り川に関しても、 1983年から1992年頃までにかけて、いわゆる、おにきり型釣り革と称されたオリジナルの三角形の釣り革から3000形同様の丸い釣り革への交換を実施している。1987年から1989年にかけて、棚しじ子の教訓から大切ブレーキを装備している。 車両更新工事は1996年から2015、編成を最初に2006年まで10年間かけて実施された。外観では全面かブれの廃焼機、スカートの取り付け、パンタグラフの削減、2000年以降実施された車両は行き先、種別表示器を2万系と同様の LED 式へ取り替えた。旧2 0 0 0系の未更新車は2419。 編成が2006年12月に更新入場、翌2007年3月に出場したことにより消した。2006年2月に、車齢の若い田子事故代替新造車のトップを切って2031編成が、車体更新工事を受けて出場した。工事の主な内容は以下の通り。2004年以降の施行者と同様のもの2 0 0 0系で、初めて施行されたもの。また、 ドアチャイムを設置した更新車については、視力弱者にドアの位置を知らせるため、約3秒おきに、ポーンというチャイムが鳴るようになっていて、同様の装備が1万系、新2000系のリニューアル車と、新101系のワンマン使用車にある。なお、今回の工事では、補助電源については、電動発電機、MG を損置した。その後同様の更新メニューで2417。 編成2033編成2419編成の順に出場した。2017年7月10日現在の状況は次の通りである。太字は前車クーラー取り替え、1988年昭和63年には2000系の車体に変更を加えた車両が登場した。これらは新2000系や 2000N 系と呼ばれることもある。 これらが増備されるまで、西部の通勤車は、全面の湘南スタイル、非貫通構造、3、扉車が主流で、全面貫通扉を持つ4、扉車の2000系は一部線区の異端車といった存在だったが、新2000系の大量心臓で一気に、西部のフラッグシップ的存在となった。最初に製造されたのは従来車には存在しない4両、編成だった。そして、 池袋線の4扉化を推進するため、同線にも大量に投入され、1992年、平成4年6月までの短期間に314両が製造された。新宿線系統へ、初めて導入されたのは4両編成の2501、編成。1988年、池袋線系統へ、初めて導入されたのは8両編成の2065、編成。 1990年である。そのうち、2097編成の一部車両、モハ2197モハ2198は、三菱電気製のジートを阻止による、VVVF インバータ制御とされた。新2000系は製造時期によって、仕様が若干異なり、大別すると、前期型、中期型、後期系の3タイプとなる。前期系。 2501編成2529編成2051編成2057編成2451編成2453編成は、側扉窓と戸袋窓が角の丸い小型で、製造当初ではドア付近の吊り革が増設されていなかったため、今後の更新工事において随時増設される。 この中で最初期の2501編成2519編成2051編成2451編成は前面の貫通扉窓も小型とされた。この前期形は前車新宿線系統に新製配置されたが、後に2451編成2453編成が池袋線に転属している。中期系。 2531編成2545編成2059編成2067編成は、側扉窓が角張った大型、戸袋窓が角の丸い大型となり、そのうち2531編成2539編成2545編成は、後に2541編成。 2543編成も204年2月に検査出場した2545編成を皮切りに、約1年ほどでそれら各編成の補助で延々装置を、静止系インバータ、SIV に換装され、電動空気圧縮機もレシプロ駆動からスクリュー駆動に換装された。8両編成では、行き先表示器の LED 化やパンタグラフの削減工事が実施された車両もある。 後期計2047編成2049編成2055編成2069編成2097編成2455編成2465編成は、側扉窓が角の丸い小型に戻り、戸袋窓が角の丸い大型となっていて、このタイプは全車両の補助電源装置が静止系インバータとなり、 またドアエンジンは4000系で採用された従来と同じ空気式ではあるが、客室床上の座席内部に搭載するタイプから、ドア上部のカモイに搭載する DP45、ST 型に変更され、開閉動作にも違いが見られる。2055編成、2097編成は、ベンチレーターがステンレス製になっている。中期形と同様に、8両編成では、 行き先表示器の LED 化やパンタグラフの削減工事が実施された車両もある。1989年、平成元年1月に製造された2055編成、初代6両編成は、8両固定編成車両の増備による番号枯渇を回避するために1991年、平成3年9月に車両番号がマイナス10され2045編成と、 なり、新たに8両編成の2055編成、2代目が1992年、平成4年12月から1993年3月にかけて製造された。この2代目2055編成は、数字上からはわからないが、2097編成より、後に製造されており、これが新2000系の最終編成となっている。配置数の多い新宿線では、 新旧の2000系が2.46.8両を組み合わせて4.68.10両編成で運行され、新宿線に乗ればまず見かける存在である。西武園線、東村山西武園の4両編成運用列車には、おのずと新2000系が使用される。なお、多摩湖線の4両編成での運用は、多摩湖線、国分寺西武遊園地の 全区間がワンマム運転化されて消滅したが入線する場合もある。ちなみに、萩山での分割、併合に関しては2013年3月16日改正をもって終了しており、駅構内での分割、併合は見られない。また、池袋線所属者であってもそもそも即ブレーキを装備しないことや改正ブレーキの特性上による問題点から、 通常の営業運転は池袋反応管及び豊島線、佐山線に限定され、基本的に反応を我の間と西武秩父線には入線していなかったが、2007年12月2日に阿賀野変電所及び小丸変電所に環境配慮型蓄電装置が導入されたことで、その問題は解決され、2010年3月のダイヤ改正からは土曜、 休日の池袋西部秩父間直通の快速急行に充当されている。ただし、ダイヤ改正以前も毎年12月3日に埼玉県秩父市で開催される秩父夜祭りや同市にある羊山港の芝桜が見ごろになる4月上旬5月上旬には臨時列車として入線していた。2015年4月6日から2075編成に 暗殺教室のラッピングが施され、殺戦制ラッピング電車として、池袋線系統で運転されている。4両編成のクモハ2401系、2500番台奇数車は、パンタグラフを2個装備していたが、後に、全編成撤去され、編成中のクモハ2401系、モハ2101系、2500番台偶数車のユニットはモハ2101系、 200番大機数車から受電する方式に変更されている。2012年以降、2463編成を川切りに屋根状のベンチレータ撤去工事が行われ、2017年7月現在は2451から2465、2501から2519、2523から2541編成に施行している。なお、 2531編成、2533編成は、行き先、種別表示器の LED 化特模波2401系のパンタグラフ跡完全撤去も合わせて行われた。2533編成は試行後しばらく、新宿線車両所に在籍したが、2531編成の工事完了と同時に、新101系の代替を目的として、 池袋を洗車両所へ転出した。またに剪定の更新工事と前後して、東欧形式にも、長時間停車時の車内保温対策として3、4ドアカット機構が追加されている。2002年から8両編成で、パンタグラフの削減、もは2101系奇数車の池袋、本館越え寄りのものを、撤去、2063編成、2089編成。 2095編成を除くと行き先、種別表示器の LED 化が実施されている。なお、中期車の8両編成は2006年3月の2059編成を皮切りに2063編成を除く4本に、前期車の8両編成である2057編成も2059編成と、ほぼ同時期に施行されている。 2003年度から前期車と中期車の4両編成車については空気圧縮機をスクリュー式またはスクロール式に電動発電機を静止系インバータに乾燥が施行された2006年に2531編成が空気圧縮機電動発電機の乾燥工事を施行している2003年から2004年にかけて転落防止外ホロが 全車の連結面に装備された。2005年度からは、ドア付近への釣り川増設が実施されている。2007年2月に検査出場した2505、編成では各部の改良が行われた。この工事の内容は、以前から実施されている釣り手増設工事のほか、スタンションポールの設置、ドア付近の床への警戒色の追、非常通報装置の交換、 消火器の床下室内への移設、優先席部分の吊り革の定位置化、本革燃え方戦闘者スカートへの連結面注意放送用スピーカーの設置などで、引き続き2007年度には2507編成、2509編成にも施行された。2008年3月には2045編成の行き先、種別表示器がフルカラー LED 式に交換された。 この工事は2016年現在、工述する東急車両でのリニューアル試行者のほか、8両編成は大半の編成で施行されている。なお、2008年4月頃から2008年6月14日のダイヤ改正に備えて、幕式、LED 式両方に種別、行き先にローマ字表記を追加し、各駅停車の種別表示が普通から確定に変更がされているが、 フルカラー LED 改造1号編成となった2045編成と後日の2047編成では、交換時から確定表示にされている。新2000系においても、経年20年に達する車両より、車内のリニューアル工事とバリアフリー化、車体劣化部の補修などの改造工事を開始した。最初の試行となる2047編成は2007年12月に、 東急車両に入場し、翌2008年3月出場した。全体的には3万系に準じた、リニューアル内容とされている。工事内容については以下に示す。なお、この工事は、東急車両で引き続き以下の編成にも施行されている。台車の使用、クモハ2529モハ2530は2001年4月に、モハ2158は、 同年11月に、本来の FS372A、区波 2401K2462.24642466 からの転用品に戻されている。シングルアームパンタグラフの使用、棚指事故で廃車となった車両の台車は、区波2017.2024、初代のものが区波2059.20602、 二千2117.2118のものが十一2161.2162二千二2十1 7 2 2 2 4初代のものが五十2159.160千2415、編成のものが千五2540.2254二、それぞれ心臓に際し転用されている。また、蒸気台車の使用に際し、百二十九編成の、 クモハ2529モハ2530、2057、編成のモハ2157の台車が乾燥されているが、この時に発生した台車はモハ2261.22622361 22に転用されている。2055編成、2057編成、2061、編成2097編成、2073、 編成、2085編成を除く、2531編成2545編成の区ハ2001系の台車は、701系、区ハ1701型からの廃車発生品が、転用されている。また、区ハ2462.24642466は、蒸気台車使用終了に際し台車を供出しており、 代替品には101 1 0 1系区派1101型からの廃車発生品が転用されている。2017年7月8日現在の状況は次の通りである。太字は車クー尺裏取り替え、前期形は SIVA の取り替えと同時にコンプレッサーのスクロール化を実施した。西武鉄道からの正式な発表はないが、一部鉄道雑誌では2015年度の6両、編成5本。 30両を皮切りに、新型車両3万系、4万系に置き換える予定で、戦術の棚し事故を除く廃車では初めて廃車が開始された。2015年10月より6両編成で廃車が発生し、2023回が廃車第1号となった。続いて2009回、11月には2013回が、12月には2029回、 および2025回が廃車解体となった。2016年9月には2097回が廃車解体となった。新 2000K 発の廃車だが、前室のようにもは2197が VVVF 車で制御装置が異なる車両が編成内に混在していたことが廃車を早めた大きな要因とされる。このうち、区波2098の前頭部は、 京急800 8 0 0型で八812から6、東急7700系、で七7702とともに、富士久しびる東五号館、丸前池袋店に保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。